間でちらではごゆっくりお楽しみください。こちら業務スーパーの冷凍ライチと冷凍ぶどうを使って第3弾フレーバーウォーターを作ってみました。今回は結構いい色出てますね。前回のマンゴーとレモンが微妙な色だったかな。こっちがぶどうでこっちがライチです。ではまずぶどう水の方から飲んでいきたいと思います。ちょっと見せにくいので、まあ、大体このぶどうの色が入っていると考えていただければいいと思います。では飲んでみます。チャンネル登録よろしくお願いします。はい、次はライチウォーター、こちらも飲んでみますね。もちろん中のフルーツも後でちゃんと食べますよ。ちょっとリンゴっぽい色も、あー、おだだだだだ、うわー、やっちゃったな。ちょっとお行儀悪いですけど、こぼすようにマシなのでこのまま行かせてください。ぶどうは美味しいんだけど、ライチはちょっとこれ以前食べた時と比べるとな、ちょっとこれはないかな。ぶどうの方はぶどうの甘酸っぱさがしっかりお水に溶け出ていて美味しくいただけましたし、果肉のぶどうの方もプチプチとした食感をしっかり感じることができてとってもおすすめですね。ベリー系、もう良かったんですけど、こっちの方は自分は好きかもしれません。で、なのでぶどうはウォーター、そしてウォーターも、そしてんじゃない、で、何を言いたいんだ自分は。水の方も果肉の方も美味しかったので、こちらの点数とさせていただきます。嘘、胃が、胃の胃にいっぱい入ったの、舌が回ってないのか。で、ライチの方はちょっと完全に渋みが出ちゃってましたので、フレーバーウォーターにするのはあまりおすすめしません。そもそも皮ごと入れたのがまずかったんでしょうけど、で、中身の方も食感、プチプチした食感を楽しめたんですが、あまり甘みもありませんし、ちょっと動画外で以前焼肉屋さんのバイキングに行った時に置いてあったライチはもっと甘くてプチプチして美味しかったんで、それで覚えてしまっていたのもあるのだと思いますが、なんか果肉としてもいまいちでしたね。あくまで食感を楽しみたい方向けということなのでしょうけど、あんまりもう次はないかなということで、こちらのテストさせていただきます。まあ自分のやり方の悪さもあるんですけど、とまあ本日は業務スーパーの冷凍フルーツでフレーバーウォーターを作ってみました。これでレギュラー商品は全部かな。あと限定品がいくつかあれ出てきそうな気もするけど、それまで置き出すとキリがないので、一旦これで一区切りとさせていただきます。何か美味しいフルーツが出てきたらまたやるかもしれませんけどね。それでは風鈴をガラスに飾るや夏の窓、確かにそういう家増えると思いますが、ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演、お楽しみいただけましたか。もしそうでしたらチャンネル登録とコメント高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。